火山ムーミンパパって昔あのポケモン天国でですねプリンプリンがやってましたけども、こんばんは、たかっちです。さあ今回ですね、2018年5月、25日の金曜日の夜からそして5月27日日曜日まで、ですね、山梨、東京、千葉に行ってまいりました。ミンはこちら通りにいたですね、サッカー J2 ですね、大分トリニータ大ヴァンフォーレ甲府アウェイですねに行ってまいりました。首位の大分、そして勢いに乗っている8位のコート戦いでですね、これをまあメインに行ってまいりました。まあ、死者班の事情というかですね、まあご存知の方は、まあ、結果ね、ご存知の方はいらっしゃるまですね、まあちょっとダイジェストになりますね。トリニータの部分はちょっとダイジェストになるかもしれませんが、まあそれ以外、山梨の温泉であるとか、お城であるとか、で、東京のまあですね、有名人の家であるとか、ホテルであるとか、そして、まあ、千葉のですね、お城と、そしてうまいものを巡ってまいりました。もう男4人のですね、珍道中でございます。さあ、今回も大分の男が呼ばれ、私、たかっちはちょっと弾けすぎたというか、なんかな、なんだかな、というですね、旅でございます。もう早速本編に参りましょう。チケロは。ということで、今から特急朝に乗って、甲府に向かいます。あ、7時18分の朝5時3分で、私は甲府に向かいます。もう全然テンポがわからん。さあということで決戦の地甲府にやってまいりました。まあ、甲府ではですね、友達とまあ、バサ友達が来ますんでそこで合流を待ちます。そしてまず100名所、そして続100名所を巡ります。そしていよいよ決戦の地中原スタジアム、風鈴がさ待ってる。裏裏裏列がいますね。やめてください。こうやって見ると亀川駅みたいですね。なんかでも結構ね、なんか喉が、そんな空いてね、受けそうな気がする。ほら、勝ち点ちょうだい。あ、いるか。コダック。それかこいつがユニハクチョウ生まれる。坂井大輔頑張ってますか。シダカ子じゃないよ、ここは。えらいな、この子。持ち帰ろうか。愛通ずるもんがあったよ。志村けんがこうね、腰につけてますけど。ほらな。さあ、竹田寺よ。私自身はもうあの4年ぶりでちょうど大雪の日だったんです。今日は快晴です。さあ、今日は何鳥にいたでしょう。インフォルだかな。
ムーミンパパ。すいません、ちょっと恥ずかしいこと置いたから恥ずかしいことです。すいません、どうも。どうも、どうも。トネリョウスケ。ありがとう。ちょっと音がやばいな。あのブラブリッツの秋田の人いないですか、あなた。それ生ハゲな。さあ、武田信玄公の、まあ、居住ですね。こうツツジが館ですかね。武田神社と前回はですね、本当大雪の中だったんですけど、新緑でちょっと今日蒸し暑いぐらいですけどね、これから熱戦を期待しているような感じです。今ちょっとね、彼ら御朱印と100名でのスタンプもらってますね。まあね、この、まあ、文具は大友総輪公とかですけどもね、やっぱなかなかね、その地元での知名度とかですね、愛され度っていうのはやっぱ全然違いますからね。やっぱ山梨の方、甲府の方の愛情を感じますね。これがまあ雨の楽しみな人です。ということで行きました。こちら甲府城です。作った人誰でしょう。大工さん、まあ、それもそうですけどね。いや、実は武田信玄公ではないんです。徳川秀康さんか、豊臣秀吉公さん、どちらかですね、作ったんですけども、てか立派な石垣です。なんか4年前雪できた時はすんごい綺麗なですね感じで、やっぱかっこいいですよね。まあ石垣私好きなんで、甲府城が街中にあって存在感があります。山のごとし。あいつやっぱ分かった。すげえ、福島でもこれでよく分かったな。時間がねえっち。ルイス、すげえね。分かりました。どうですか、上のこう眺めると。絶景と思ったんですけど、意外と低い。あ、そうですか。まあ今日高みね、周囲立つのはもちろん大分でございますからね。さあ、勝ち行きましょう。さあ、乗り込みましょう。行こう。どっちかな。じゃあバンクこっち、こちら側に出てる、横から見ると分かった。さあ、いよいよ開けていただきますね。さあ、ちょっと中継機さんどんな感じですかね。今日勝ちましょう。勝ちましょう。頑張れ大分。定休日ないっしょ。火災気づき。今日間違えて、金曜と間違えちゃったよ。なこだ。シャトレーゼ。これが地元。へぇ、シャトレーゼ。すげぇね。
え、これが本当？いや、まあ、これではないか。山梨県。ああ。そうだね。そうだね。そうだね。だね。はい。野菜山梨県。ひたすらボケるけど。伊佐温泉の共同浴場へですね。このまあ都心からも近いということですって、このタイル張り、そして洋州があっていい温泉でした。こちら、もしここ確か今ブドウ畑いっぱいなんですけど、そのあのいや、もしあの清里とかどっかを温泉どっかに寄った時は私あの歌いますんで、あると大きめがいさ、すごいここそうじゃんじゃんねー、はい、君と過ごしたかった、バンバンバンフォールに負けましたとか言ったら怒られるからな。さあ、温度高い、寒くなったんですね、癒しましょう。もうね、子供のこと考えずにほったらかしていきましょう。レッツラゴちょっと、あっちこっちの湯があるらしいですよ。ただね、これどっちどうしよう、ちょっと待って、どうしよう、どっち行こう、どっち行こうかな。え、待って、これこっちの方が比率多くね。なんか、あ、カステラみたい、食べたい。あげましょう。2分の1やった、よし、知らんよ、はい、食べて、バッテリーがなくなるよよ。はい、せーの、あっち、あっち、ちゃー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 、どっちみちゃん、あっちっしょ。さあ、あっち行きましょう。日本間違え、北と南間違えたら、ブーリンかな、ムーミンパパやってます。やっぱ甲府強いですね。強いですし、なんといっても大きかった。6点取られすぎ。さあ、これからじゃあスタートに向かいますけども、甲府の夜楽しみたいと思います。さあ、ほったらかし温泉だと、コンタクトレンズがなくなりましたけど。頑張って行きましょう。しゃあ、すべき昼見て、甲府の街並みです。マジ遠いな、やっぱ遠いっすね。俺食えっかな、自分。さあ、山梨名物報道いただきます。いただきます。大分でダンゴン汁みたいなの知ったらもろすけど、いただきましょう。もちもちの、これで野菜いっぱい大きく立てて、来年は J1 に行きましょう。最後いただきましょう。スイーツ信玄餅いただきましょう。大変なことが起こりました。姉さん大変です。トリンシと12が勝手に出てきました。ホテルに来てチューンチューンチューン。ここホテルです。そう、ホテル。体がホテルは初めに聞いたホテルの姉さん。この道の奥歯が痛いです。29歳でホテル出張したらボールが高島で申し訳ございませんとかね。必ず姉さんで始まる。姉さん事件です。小林年次が倒れたことがあった。お詫びと訂正です。先ほど小林年次が倒れたという発言がございましたが、正しくは岡田真澄さんが倒れた回でした。テニス中に倒れられた
回がございました。お詫びして訂正をお知らせいたします。大変申し訳ございませんでした。でも分からん、今俺が見た目が違うけど味は変わっちゃうかもしれない。何が、いただきます。乾杯乾杯。マジかかってもいいけど、飽きるとそこのズームで高いんだ。忘れんなって。もうやっぱり NGC 出せないね、お前。NGC 出せない。あ、めっちゃ涼しい。涼しい。あ、聞いてる。いや、寒い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 。生きてる味噌。生きてるよ、これ。生ら寒いだろ、これ。生ら。今、もう生らって言っちゃったけど。おはようございます。2018年5月27日、日曜日。山梨県甲府市の朝です。県庁とか市役所の方でしょうかね、駅前の大通りを進んでおります。昨日はですね、もう大通りにいた山梨中銀スタジアムが、2対6で敗れるという、もう前半の25分とか開始3分でも3点とか5点とか平気取られる、まあ、非常に甲斐の国で不甲斐の大体大事で言ってますけど、周囲としては非常に混乱し合いがあってないかなという非常にかっかりしておりますけども、まあ巻き返していきましょう。さあ爽やかな朝でございます。これから特急開示に乗って一路東京へ戻ります。すごいです。笑ってこらえて家買いたいね。あの日のこと、あなたも覚えてるかな。違う空見て、あの日の君好きでした。大桜駅、京成桜駅からわずか一駅でこんなにのどかなるんですね。ラーメン、つけ麺、イカしたねんめん、さっき書いていただきます。美味しくいただきます。本当のお客様はお手
村地下さあ、いよいよ僕らを乗せる動きがやってきます。さあ、ありがとう関東、よろしく、また関東。さあ、帰ろう九州に。どうでしたか、大興奮のですね、今回世田谷とそしてこちら桜城に来ましたけども、まあ非常にトリニダとしては非常に残念な試合でしたけどもね。ただこれを機にまあぜひもう一回ですね、立て直してほしいと思いますね。来週の熊本戦楽しみでございます。そしてまあ興奮も強いですからね、ぜひ気合いになってください。で、興奮のやっぱ夜はですね、確かですね、美味しいものもあり、まあちょっと紹介したかったんですけど、まあ面白い出来事もありまして、まあ、男の旅っていいですよね。ほったらかし温泉とか伊沢温泉、これもやっぱ日本各地、やっぱ大分もすごいですけど、山梨の温泉もっとね、まあ、ゆっくり今度楽しみたいですね。そして世田谷、あ、やっぱどころで出た木梨だけどって似てないですね。ね、木梨さんと本当 すごい一流芸能人のね、足元というかお膝元にお邪魔して、本当いい買い物もできましたし、いい旅もできました。そして最後こちら、本桜城、元桜城ですかね、やっぱ思ったよりこうのどかで山城でございまして、今回まあ百名城とですね、お城武田神社とか合わせて、まあいよいよ5つ目回りました。さあ、次回遠征は大阪でございます。私はですね、あと他の2人はどうなるか知りませんがね、楽しみでございます。本当、今回ですね、本当大事なのトリニダ発祥って申し訳ないんですけど、また次回、今度勝利した時ですね、こっちニートで行きたいと思います。それでは皆さん、今回のご清聴ありがとうございました。またいつか。